おはようございます。10月19日でございます。まあ急騰したドル円相場ですよね。まあ逆に表現すると円安にすごく進んだなと思ってますけども、バイデン政権になってからぐい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 とこの円安傾向っていうのは強まってきて、そして現在のね世界情勢を鑑みると、さらにこの円安が強まる傾向っていうのがこれからも感じ取ることができます。まあ直撃を受けたのがガソリン代ですよね。やっぱり真っ先に原油が、こういった価格になってしまいますし、実はねコロナ禍で、外出を世界中で控えた分ガソリンが全く売れずに、まあ、こんなことがあったんですよ。1バレル2万円をつけるから引き取ってくれみたいなね。要するにガソリンって保管しとくのにもコストがかかるんで、生成したらね早くどっかに売れなければならないんですよ。でも消費がぐっと下がったんで、そして生産も下がりましたんで、世界中どこに行っても原油を買ってくれなくなったんですよね。そこで売るんではなくて、お金をあげるから引き取ってくれみたいな形になったんですよね。で、減産が進んできて、おおむね1年半から2年経つ昨今、今度はね、世界中で需要が回復してきたんですよ。そうなると減産した石油が足りなくなって、今原油の取り合いになってるんですよね。まあそういうのもあって原油が高くなっています。で、原油が高くなると、こういった原油によって輸送されている商品も高くなり、人の移動も高くなるということでね、かなり今厳しい状態に入ってしまったんじゃないかなと思います。まあこれは一時的なものなんで、石油の増産が始まれば落ち着くとは思うんですけどもね。ただどちらにしても私たちは相場の世界で生きてますんで、こういったことも無視できないということと、あとそういうことがあっても利益を出さなければならないところがあります。さあ今日の相場解説なんですけども、デイリーから見ていただきますが、ちょっと横ばいに入ったのかなというところですね。横ばいに入ったその前に、このデイリーを見て言えるのは、上昇していってここで転換が起きて下落に入ったんだけども、下落が今思ってみれば横ばいだったわけですね。まあ一時期はね、下落といってもこういう風な形でひし形を取るように動いてきたなっていう風な解説をして、上底がずっと一緒だったよねってこともお話しました。で、今また同じ方向に抜けていって、高値をつけて、ここが高値切り上げにはわずかになったんですけども、反動をつけるような形でですね、一旦下に潜って、そしてズバッと急騰したわけですよね。ここでですね、ちょっと注目していただきたいのが、エリオット波動ができている可能性が強いんですよ。第1波で第2波があって、第3波が大きくって、第4波が青、第5波が今こちらに伸びているところなんで、もしかしたら推進波が終わって調整波に入るかもしれないなっていうふうに気づいてもらいたいと思います。エリオット波動ってこうやって意識しないと見て取ることができませんからね。そのためにはエリオット波動をしっかりと学んでいく必要があります。まあ速稼塾の FX 基礎講座の中級編ではエリオット波動のことを解説しますので、よろしかったらお問い合わせください。では、中間層のね、底上げ。関係ないこと言っちゃいましたね。すいません。4時間足です。4時間足では、昨日お話したこういう形ができてますね。上昇していって、レンジがあると。で、上昇していって、多分おそらくここら辺でね、レンジができるのかなと。もっと大きな口を言えば、こういう風なレンジも考えられますね。まあこういう風にボックスとトレンドのライン、交互に引きながら進めていくことも大事です。ここでは特に言うことないかな。で、1時間なんですけども、1時間見るとね、もう、こちらの方にレンジがあって、トレンドがついて、あ、しまった。トレンドがついて、ここ高値と安値を早速つけてですね、収束するような横ばいのような感じでボックスができていることに気づくと思います。この線が瞬時に引けなければいけませんよ。ということは、まあなんか収束になんか見えるんですけどね、どちらかというと。上か下かどっちかにブレイクする未来が想定できますよね。だからそれを見て叩けばいいわけなんですよ。で、全体的なトレンドはバイの方に入ってますから、ブレイクはバイで入るだろうっていうふうな予測が成り立つでしょ。そんな難しい話ではないと思います。ね、この辺はそろそろ分かっておいていただきたいかなってところですね。まあ、私の相場解説、まあ、離脱された方もいると思いますけども、できるようになったから離脱ならいいんですけども、できないのに離脱だと、多分私の相場解説ダメなら、どこに行っても、もっと難しいことやってますんで、私の相場解説でちょっと理解不能だったら FX は向かないんじゃないかなと思いますんで、もういなくなった方にはね、呼びかけられませんけども、どうですかね。
まあ、私の相場解説で年間500万1000万が超えられないようだったら、どこに行ってもチャートは同じの見てますからね、一緒かなというところですね。はい、じゃあ今日はこのぐらいですかね。ブレイクしてバイの方に行くだろうというふうなことで、チャートを見ることができました。それでは以上です。ありがとうございました。